これはそれは結婚マスですね。一番近くのマスにいるプレイヤー同士が結婚します。結婚？お、一番近くにいるの私ですね。私会長と結婚しちゃいました。会長が結婚しちゃった。落ち着きなさい。私これはゲーム内でのこと。現実とごっちゃにしてはダメ。あ、出産マスですね。子供が一人できました。子供？私この年でママになっちゃいました。そしてプレイヤーは老人ゾーンへ。子だくさんになっちゃいました。会長ハッスルしすぎじゃないですか。俺のせいじゃねえだろ。そうよね、私は間違ってないわ。なのになんなのこの虚しさは。老後になっても独身でお金はあるけど幸せはない。さんは確か3月3日のひな祭りです。その姿は献身慈愛の象徴でもあり、これからも惜しまぬ愛を注ぎ続ければ願いは叶います。献身慈愛、知らない人ですね。強欲と自己愛の間違いじゃ。また一緒に遊んでくれますか。できれば今度は2人。私も今日は楽しかった。ゲス。この女はやはり何の躊躇もなく男に体を預ける性欲の化身。男を食い物としか見ていないゲスの女なんだわ。そもそも K は男ではない。あれ、会長が会長じゃないならなんて呼べばいいのかしら。白金さん、白金くん、それかみゆきくん。みゆきくんもおかわりいりますか。みゆきくんはホットがいいですか、アイスがいいですか。じゃあアイスで。はーい、みゆきくんはアイスで。軽薄、今時はそうなの。会長は私が育てません。わけのわからないことを言わないで。会長はやれません。そうさせません。会長を取らないで。あなたのものじゃないでしょ。次は藤原さんと白金君。カモン。なあ、もっと自然に。では2人は恋人という設定で。はあ。